はい、子供たちがこの闇ガチャ、当たれば天国、外れは地獄、スーパー闇ガチャガチャに挑戦です、はい。まあ、1000円ずつ入れています、1000円ずつ入れています。じゃんじゃん、緊張しています。自分の小遣いですよ、自分の小遣いですよ。これを投資と言います。投資、そして当たるのがブルガリアリカ。当たるといいな、当たるといいな。これ見せへんやろ。あ、出てきた、出てきましたよ。あ、黒やから、黒当たりですかね。取ってあげてよ、子供。自分の小遣いでやってますよ。ママにあげない。ちょっと待って、ズボンをチャック開けてあげて。なあ、外れやん。外れ、外れ。何も当たんねん、店。これ何。うわ、きついな。しかも景品はこんな感じですよ。景品がこれやけど、ブルガリとかこれ。やる気なくなりました、私。ほら、ビトンまで、ね、ほら、一個ずつ見せられて。下も、コーチの束。下も。ほら、ビトンの財布に。プリステもあるしな。ほら、こんな感じで、ほら、こんな感じで。そして、子供がせっかく来たのに、こんな感じで、こんな感じやのに。これすごない？でも、ここのゲーセン、ほら。これガチャガチャやねん、ほら。ガチャガチャやねんけど、すごいんやん。で、当たったもん見せて。当たったもんは。開けてください。当たったもん、2000円で当たったものは、どんなんですか？2000円で、こんなん。2000円で。高すぎるわ、2000円。高いな、これは。ほら、見てください。自分の小遣いを減らして買ったものが、こんな感じですよ。あ、なんか鍵が出てくるんかな。ほら、これを2000円で、これを2000円。これなんかブランドのバッグ、ブランドのバッグ、これ、これなんかブランドのバッグとか、これこれですよ。2000円で当たったの、当たったのは私の手のひらのこんな感じですよ。うわー、すごいな、リアルに。すごない？あんた、ちょっと手置いて、パーして。こんな感じですよ。タンクトップみたいです。ほら、手の方がでかい。こんな感じです。なくなったお金をどう思いますか？ママとお兄にお小遣いで毎日2000円ずつもらいたいです。イエーイ。